どうもこんにちは、こころんです。ご視聴いただきましてありがとうございます。連日お疲れ様。はい、今日の動画は、スイート10月号通常版1640円。PAUL&JOEボーテ猫柄トートバッグ&コスメポーチチャーム。スイート10月号増刊版1680円。PAUL&JOEボーテコスメも入るポシェット&カードケース。本日はスイート会。以上、本日は2冊だけ開封していこうと思います。はい、ようやく来ましたスイート会でございますね。みんな気になってるという方ね、割とたくさんいらっしゃった方と思うねんけども、通常版がバッグとポーチのセット。本来ピンクやからさ、ちょっと、例えばね、私普段ピンクのものとかあんまり持たないんで、ちょっと気恥ずかしいっていう気持ちがあったりとかするんですけど、たださ、サブバッグで持つんやったらめっちゃ可愛いんじゃないかなって何気に思ったりとかするんですけどね、大人の方でもね。はい、そして増刊版に関しましては、セブンイレブンセブンネットショッピング限定商品となっておりまして、コスメも入る、なので、一応ポシェットみたいな感じやねんけど、可愛らしすぎるっていう方は、ポーチとしても使えるよというものとカードケースのセットとなっております。PAUL&JOEは人気やからね、こちらなんですけど、発売日のご紹介なんですけどもね、9月11日に関西は店頭にございました。セブンイレブンで購入してまいりました。なんですけども、全国的には12日以降に店頭に並ぶよというものとなっております。昨日の動画でさ、蛇腹アンケートにね、ご参加いただいた方もありがとうございます。またその話は雑談コーナーで。ということで、まずはこちらめっちゃ暑いんですけど、とりあえず通常版からいきましょうということで、もうすでにね、若干汗だくなんですけど、暑くないですか ?9 月。30度を優に超えてるんですけどね。汗だるだるで買いに行きましたけど、こちらでございますね。通常版はバッグとポーチチャームのセットみたいな感じでございます。とりあえずPAUL&JOEやったら欲しくなるよねっていうあたりでございますね。またちょっと次月予告も楽しみですけども。はい、はい、パッケージこんな感じとなっております。バッグが入ってる割には割とちっちゃめかなと思うんですけど、薄手素材なんかなちょっと素材感、どんな感じかね、しっかりチェックしていこうかなと思う感じでございます。ということで、早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じです。各自ね、紙に包まれてる感じ。シリカちゃん割とね、バッグは、緩めな感じでございますね。なんか、薄い素材感のバッグ。そして、これは合皮なんや。なんかちょっと変な形の合皮ポーチとなっておりますね。なるほどな。このバッグはもう完全にね、折りたたんで使う感じかなと思います。サブバッグ的な感じ、本当に。雑誌がスポンって入るサイズ感やから、ちょっと雑誌買って帰ろうとか、そういう時用のバッグみたいな感じでございます。ポーチに関しては合皮なので、割としっかりしてる感じではあんねんけど、形がちょっといびつやな。とりあえず本体レビューいってみよう。はい、ってことから乗っけていきますけども、40g ぐらい。バッグも 50g ちょいぐらい。可愛いのだが、もうほんとね、折りたたみ想定って感じですね。どっちかっていうと、ふにゃふにゃふにゃってしちゃう感じのバッグなわけですよ。一応ちゃんとは作ってくれてんねんけど、まずはポーチからご紹介いきましょうということで、形がいびつなんよな。猫ちゃん柄だったりとかするのでね、これがカチャカチャ言うてたんが、なんかカチャ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 言うなと思ったらボールチェーンでございました。こんな感じでボールチェーンがついているので、バッグの持ち手にね、引っ掛けることも可能ということでございます。これさ、この柄にしてさ、このちょっと尻尾は無視してやな、もうこの丸とかにしちゃった方が可愛かったんちゃうんでちょっと思ったりとかするんですけど、ただ容量はね、割とありますっていうぐらい、待ちはないねんけど、割とデカめになります。これさ、ボールチェーンの場合ね、こうコロンコロンするやんか、こんな感じで。大体ね、こうなってるから、で、こうつけるから、大体前向いてくれるやつだとは思うんですけど、コローンって逆向いたらさ、なんか分かれへんくなるやんか。なんですかこの形はって。割となっちゃう感じかなとは思うねんけど、とりあえず素材やぶ見ていただこうかなと思うんですが、このような感じの合皮生地で作ってくれております。裏返しますとですね、猫ちゃんがにゃーっとおりますけども、ツイッターでさ、タイのコカバちゃんがよく回ってくるんですよ。猫ちゃんとかワンちゃんとかもね、よく見てるんですけども、カバが可愛くてしょうがないねんけどね、カバグッズ出してくれへんかな。そんなことは置いといて、持ち手こんな感じの持ち手をつけてくれておりまして、くーっと開けていきますと、パカーン。裏地はついてないんですけども、裏側がハフハフ素材になっております。なかなか奇抜な形と言いますか、なんと言いますか。しかも下が開くんだよね。ちょっと不思議な形のポーチっていう感じですね。なんだろうね。そのさ、こうつけるにしてもちょっとでかいんよな。なんやろう、っていう感じではあんねんけど、とりあえずね、ひっくり返ることはあんまりないとは思うので、猫ちゃんが向いてくれたらね、PAUL&JOEかっていう感じでね、使えるんじゃなかろうかとは思います。ワンチャン畳んでこん中入れるとか、そんなこともありで、こちらバッグとなっておりますね。こういう形でこう折りたたまれてたからさ、ふえーって後ろ向きにね、こんな感じで肩になっちゃうんですけど、一応これね、なんやろうな、ナイロンやねんけど、ちょっとトゥヤトゥヤのナイロンやねんけど、ちょっとスルスルしてる感じのナイロン生地で作ってくれております。こんな感じのね、にゃんちゃん柄がボワーっと入っておりまして、なかなか可愛らしい感じになっています。で、本体ピンクじゃないですか。で、まあ下にね、ポール&ジョーのロゴがね、しっかり入ってたりとかするんですけど、これはなんなん？エコバッグなん？で、ちょっと思ってきた。ほんで、この持ち手なんですけど、本体のピンクと同じ柄ではなく、持ち手に関してはピンクだけで塗ってくれてる感じでございますね。で、こう、裏表、2枚合わせになってるんですけど、やっぱりこう、紐を細く作るとですね、若干ぷよ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 ってしてる感じではあんねんけど、まあまあまあ、これはしようかな、しょうがないかなと思うところでございますね。基本的に、まあ、ポール&ジョーやしなーっていう言葉が後ろにつくかなっていう感じがするよね。で、中開けていきますと、パカーン、こんな感じでございます。エコバッグじゃないこれ。裏側がさ、まさかのこの縁がね、パイピング処理じゃなくって、スカートの裏側の縫い目みたいな感じで縫われている感じでございますね。感じ言うとりますけども、持ち手に関しては、一応ね、こことここと二重では塗ってくれている感じになっております。一応本体折り返してくれてる感じやねんけど、これエコバッグか？そうかもしれんね。まあ、そう考えたら、エコバッグとこれをね、もし考えるのであれば、エコバッグの生地の割には A 生地やと思う。まあ普通のタブバッグとするんやったらば、ちょっと生地薄めかなって感じです。折りたたんで入れてってことちゃう？これワンチャン。で、ちょっと雑誌とサイズを比べていくとですね、ごめんなさい、ちょっと表紙が破けてしまったんですが、申し訳ない。美しいね、美しいお顔でございますけども、この女性誌っていうのが A4 サイズよりちょっとだけ横幅が大きいよーっていうサイズ感になるんですね。割と大きいねんな。縦で比べたらね、よっこいしょ。こんな感じ。縦で全然スポンでしょ。で、横で比べてもこんな感じ。全然スポンなんですよ。なので、縦でも横でも入るよっていうサイズ感となっております。割と大きめなんよな。まあ、実際入れてですね、これ今縦で入ってますけども、ギュンギュンしたらこんな感じでございますね。まあ、なんかちょっと猫ちゃん柄の可愛いサブバッグっていう感じかな。表面はトゥヤトゥヤって感じなんですけど、裏側はね、完全にナイロンっていう感じなんですよ。まあ、縫製とかもね、若干ちょっとぷよぷよしてるところが見て取れるかなとは思うねんけど、ただこれほんまね、普通にエコバッグとするんやったらば、このエコバッグってさ、大体こういう感じの紐とかさ、なんていうの分かります？くり抜いたみたいな感じになってる紐とかさ、ああいうのが多かったりとかするやんか。これ紐細かったりとかするし、持ち手がちゃんと別でついてる感じのエコバッグって逆になかったりとかするから、この形状の、まあ、エコバッグそんなに重いものを入れてとかやったら無理やけど、ちょっとお仕事帰りにどっか寄って帰ろうかなぐらいの、今日そんなに買わへんけどぐらいの方のエコバッグとするんやったらば全然可愛いんじゃないかなとは思います。ちょっと折りたたんでさ、ポーチに入るかやってみようかなと思うんですが、なんか適当にくるくるくるーっと折りたたみました。そしてこのポーチでございますね。こういう意味なんや。こういう意味じゃないんかもしれへんけどさ、入りにくい形がてっきりこれで入るんやと思ってんけど、入らへんかもしれへん。ぎゅうぎゅうに詰めたら入るけど、そういうことじゃないんかな。やっぱりエコバッグじゃないの。強引にね、そりゃ詰めたら入るんですけど、ちょっと私の折りたたみ方が甘かったね。この三角の形にさ、とどまるような感じじゃなかったので、割とギューって入れたんですけど、まあ一応ね、そんなに無理はしなくても、この形のポーチに収まることが可能でございました。なので、まあ持ち歩きのエコバッグみたいな感じの位置づけやったら、全然可愛いんじゃないかなとは思います。それかね、コメント欄でもいただいてんけど、昨今のバッグは割と小さめじゃないですか。この実際バッグに入りきらんかったものをサブバッグに入れて持ち歩く。お仕事行く時とかでもね。それをで使うんだったら可愛らしく持てるんじゃないかなとは思います。これピンクでも可愛いんですけど、ポルジョやしさ、まあ、いいねんけどさ、例えばこれが全体的にクリーム色とかだったら、猫ちゃんの可愛らしさはあるけど、ちょっと落ち着いた感じもあって、そっちの方がちょっといろんな方が持っていただきやすかったんかなーってちょっと思ったりとかしますね。ピンクなだけにね、ちょっと可愛すぎるっていう方もいらっしゃるかもしれへんけど、なんかでもさ、こういうカジュアルバッグってさ、すごい例えばね、もうバリッとしたスーツを着られてる方とかでも、なんか補助バッグやったらさ、可愛いの持てたりとかするやんか。なのでまあ違和感はないかなとは思うよ。大人の方でも。まあ可愛らしいけどもね。こんな感じのセットとなっております。ちょっとね、この合皮なので、若干ブワーンとはなるんですけど、まあでもそれで型崩れするほどではないですね。この合皮のやつを引っ掛けたからといって。まあ思ったよりも、この本体のバッグが、とりあえずエコバッグっぽかったよっていうことだけをお伝えしておきます。はい、手で持ってみたらこんな感じで、肩掛けはもう全然余裕でございます。はい、どうでしょう。可愛いけどね。なんかさ、この肩紐が長いのって、長すぎるっていう方もね、コメント欄にはいらっしゃんねんけど、まあ皆さんさ、身長も体重もバラバラじゃないですか。だからやっぱり合う合わへんで出てくるとは思うねんけど、この紐が長めっていうのは、例えばこれからの時期にね、冬が来てやな、モコモココートを着て、その上から持つっていう時になると、この多分長さが生きてくると思うんですよ。なのでそういう場合はいいんかなって思ったったりとかするんですけど、まあ、サブバッグだね。とりあえずサブバッグ的なエコバッグ的な感じかなと思うところでございますね。この合皮のさ、これはやっぱり入れることを想定してんのかな、どうなんやろ。まあでも折りたたんで入れることも可能なので、でこれは全然別でね、こんな外につけんとやな、もう外につけたらね、中に物入れてたらまあ大丈夫、ビンってするから大丈夫なんですけどやっぱり裏返るやん、これ裏返ったらなんかわからんくなるやん。だからまあ別使いしてもいいんかなとは思います。まあでもね、このポーチに関してはやっぱりね、コスメポーチとしても使えるしみたいな感じで書いてあったりとかするから、このバッグを畳んで入れるっていう想定ではやっぱりないみたいです。上質な素材を使っていますって書いてくださってるんですけど、まあ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 普通のほんまにエコバッグ、カシャカシャのエコバッグと比べたらしっとりナイロンで作ってくれてるんですけど、まあエコバッグのちょっといい版みたいな感じで考えられた方がいいんじゃなかろうかと私的には思いました。それでも OK っていう方はいいんじゃないかな。あくまでサブバッグな感じだね。ポルジョはさ、とりあえずグッズ集めたいねんっていう方もいらっしゃるかもしれへんから、そういう方はいいんかなと思うねんけど、1600なんぼって言われたら若干高い気もせんでもない。だけどまあPAUL&JOEやし、猫ちゃん柄やしっていうところでうんっていう感じかなと私的には思うところでございます。ただサブバッグとしてね、普通に持ったら可愛いとは思うよ。ほんでは次、はい、続きまして、スイート10月号増刊版でございますね。増刊版に関しましては、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっております。セブンで購入してきたんですけど、この子はですね、PAUL&JOEコスメも入るポシェット&カードケースということでございます。斜め掛けでね、持ってらっしゃる写真もあったりとかすんねんけど、なかなかに可愛いデザイン感やんか。ちょっと可愛すぎるんじゃねって私的には思うんですよ。私が使うんやったら普通にポーチ使いとかそういうことだと思うんですけどね、紐の取り外しもできるよっていうことみたいなので、この辺りは大丈夫かなと。PAUL&JOEってこんな可愛い感じやねんな。なんかね、うちの上の子ちゃんがですね、カードケース、パスケースか、こうビューンってこう伸びるやつ、PAUL&JOEのやつお友達にもらってね、猫ちゃん柄やから言うてお誕生日プレゼントでもらって、それずっと使ってるんですけど、それはなんかね、ベージュに猫ちゃんの顔ちっちゃめとかで割とシックな感じなんよ。まあ猫ちゃんが可愛らしいねんけど、なんか付録のPAUL&JOEさんも可愛い全開っていう感じやね、割とね。こんな感じのパッケージとなっておりますね。先ほどよりは厚みがあるかなという感じなんですけど、どんな素材感か。ほんでは早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じです。お、綺麗なのでは？あ、なんかちょっとしっかりしてる感じがする。こういうね、なんかさ、ナイロンがこう通ってるやつというか、この一面がナイロンのやつ、透明ビニールみたいなやつで、大体なんかね、ガチャガチャガチャってしてたりとか、なんて硬い生地やったりとか、そういうことが多いんですけど、この子しっかりしてる気がする。中にですね、ちょっと待ってよ。はい、シリカちゃん！裏地がね、猫ちゃんになってるんだよね。だからなんていうの、何も入れへん時が一番可愛いっていう、この。最初にね、折りたたみじわがちょっといってるので、ブヨブヨ見えるかもしれへんねんけど、まあ実際ブヨブヨしてんねんけどさ、素材感自体は良いのではって感じですね。ちょっとなんかもう、もよーってなってますけど、これはドライヤー案件かもしれんね。せっかくやしね。ただね、この透明のやつ、ここ透明なんですけど、こういうやつをドライヤーかけるっていうのはすっごい気ぃつけないといけないんですよ。すぐにボヨボヨになっちゃう。からなので、このね、こうギュッと折りたたまれてたここの合皮のみちょっと後でドライヤーかけようかなと思います。そして紙に包まれている紐とカードケース、めっちゃ可愛いかもこっちの方がね、お得度高いかもしれへん。まあさっきのバッグとさ、基本的に形状が全然違うからあれやけど、こっちの方が商品っぽいかなと私的にはパッと見思いました。ほんでは早速本体レビューいってみよう。はい、ということで、よっこいしょともう全部乗っけちゃっていいですかね。よっこいしょと3点全部乗っけました。それで140g ぐらいかな、このような感じの3点セットというか、まあこれ紐なんですけど、カードケースもついてるよというセットとなっております。まずは本体からご紹介していこうかなと思うんですが、ここのシワ惜しいよね。厚みがあるとね、どうしてもね、箱に入れるときにふーんふーんってされてしまうので、こういうシワがいっちゃうわけですよ。なんですけど、ちょっと素材アップいきますけどね、ちゃんとした合皮で作ってくれてんねんよな。しかも、この外パイピングになっているわけですよ。こんな感じでね。外パイピングやねんけど、ちょっと形がいびつになっちゃってるのは、やっぱり最初にね、入れた時のギュンギュンやと思うんですね。で、ここが透明。こんな感じのね、透明になっておりまして、ここもさ、外パイピング通ってるからすっごい綺麗じゃない？で、この下にPAUL&JOEのロゴが入っている感じなんですけども、このさ、外側のこっちの合皮もそうやし、これ裏側になりますけどもね、サイドこんな感じね。ほんで、この裏地が猫ちゃん柄になっているで、片面透明になっててポール&ジョーのロゴが入っている。このデザイン感も素材感もすっごい可愛いポシェットというかポーチやなぁと私的には思いました。かなり素材はしっかりしてるねんけどね、こう厚みもしっかりある感じの合皮を使ってくれております。しかも何回も言うけど外パイピングね、ちゃんと外パイピングになっている。で、こう上のチャックを開けていくとですね、パカンこんな感じになっておりますね。まあ中外から見えてる感じではあるんですけど、上から見るとですね、こんな感じ、しっかり裏地がついていて、ここにポケットもついております。透明のポケットもついています。こうやって見た方が分かりやすいかな。こんな感じでね、ポケットついています。なのでこう外から見て分かりやすいお化粧ポーチとかそういう感じで使えるんかなとは思うねんけど、かなり形がねちょっといびつではある。素材感が綺麗なだけにちょっともったいないなとは思うところでございますね。これなんとかならんかな、このいがみ的なね。多少のいがみはもうしょうがないっていう感じで作ってくれてるんかもしれへんけど、なんかもう自然に生えた生物なんていうぐらいね、形が割と自由な感じなので、ここへっこんでたりとか、ここくっしゃやったりとか、この辺りちょっとドライヤー消化はい、こんな感じで形整えました。ちょっとね、なんていうの、こういうところがどうしたってまっすぐにならへんのよ。で、ドライヤーで中からこうギュってこう押し上げて、それでドライヤーかけるみたいなこともしてたんですけど、ちょっと熱持ってる状態で少し表面があったかいなっていう状態でね、外からですね、こう親指でつまんでもらって、ほんでグリグリグリってやったらここのパイピングが出てくるので、こうグリグリしたらね、それでこう形を整えるみたいなことをしたら、ある程度はね、形は整ってはくれるねんけど、まあ、完璧な商品にしようと思ったらちょっときついかなと思う。外パイピングいいんですけど、このワイヤーがね、ちょっと緩いんやんか。これワイヤー入ってんのかな、一応入ってんのか入ってないんかな。合皮でパイピング通してるだけなんかもしれへんね、ワンちゃん。こういう外パイピングの時ってガチガチのワイヤーを通してくれてたりとかするんですよ。そういう時はバシーってなんねんけど、この子はね、ちょっとソフトな感じだったりとかするので、まあ、このぐらいまでは綺麗にはなるかなっていう感じです。ちょっとよれてたりね、あれしてたりとかするところは若干あると思う。だからバッグとして使うってなるとちょっとどうかなって私的に思うんですね。なので、まあ、ポーチとして使うんやったらいいんじゃないかなとは思うねんけどね。どうもその形がさ、もうどうしたって定まれへんところがあったりとかするから、縫製がね、ちょっとだけやで、ちょっとだけ下手くそな工場やと思うねんやんか。そこまでど下手ではないねんけど、ちょっとだけ縫製が下手くそな工場やから、なんかね、もう作り見てたらちょっとわかるんですよね。まあ、ちゃんとは作ってはくれてんねんけど、まあでも大方ね、形が定まったらもうありじゃないかなと私的には思います。素材はいいんですよ、今回。この子に関してね、特に素材すごいしっかりとした合皮で作ってくれてるし、このナイロンも全然さっきも言ったけど、すごい問題ないやんか。ここのナイロンのところがね、ブヨブヨブヨってしてたりとか、今まで全然あるからね。まあ、それと比べたらさ、ピーンってしてるし、すごく綺麗な感じではあるんですね。こんな感じね。で、中もめっちゃ見やすいというね、この中丸見じゃないですか。なので、私が使うんやったらやっぱりポーチかなーってちょっと思ったりとかします。斜め掛けもできんねんけど、ちょっと可愛らしすぎる気がするね。スイートさんって若い子向けの雑誌やったりとかするじゃないですか。まあでもね、今雑誌にね、さすがに2個プチとか言われたらそりゃ若いわって感じではあるけど、そのお洋服に年齢最近も関係なくなってきてるから、そんなに昔ほどね、例えばさ、私こういうご紹介してたらさ、おばちゃんやないですか。そうすると、若い子向けの雑誌なんですけど、おばさんがそんな雑誌のご紹介するのどうかと思うみたいなね、コメントたまーに来てたりとかしてたんですよ、昔まではね。やねんけど最近でも全然来ないもんね、そんなんね。だからスイートさんっていう雑誌自体が、年齢層は絶対ここ、ターゲットはここっていうのはちょっとまあぼやけてきてるんかなっていう感じではあるとは思うねんけど、ただまあ一応大人の女性向けの雑誌であることは間違いないやんか。で、これではいポシェットでーすって言われても、ちょっと可愛らしすぎるかなって。甘くないねんけどね、作りね、素材感いいからね、別にそこまで甘いわけじゃないねんけど、このぷよぷよぷよ感を外で使うかって言われたらちょっと私的には微妙いかなと思います。ただまあ素材感はいいので、PAUL&JOE好きの方は全然ありかなとは思うよ。ああ、ポシェットで長いことかかったカードケースでございますね。もうこんなんでいいと思うね、付録。いや、これだけやったらさすがに寂しいやんか。1600円の雑誌でさ、こんだけでーす、付録こんだけでーすって言われたら、ほんまに付録やなーっていう感じやんか。それは若干寂しいけど、こういう感じのさ、もうちょっと扱いやすい、畳まれてても綺麗なこの商品感が出るラインの付録にしてくれたらよかったんじゃないかなと思うねんね。こちらカードケースでございます。素材アップ見ていきますと、こんな感じのね、合皮で作られておりまして、これ見えるかな？ちょっとライトを動かそう。影になっててごめんなさいね。こんな感じの合皮で作ってくれております。にゃーってしてますけど、で、裏返しますと、ここににね、カードケースがついてるんですよ。こんな感じ。パスケースここに入れれますよ、みたいな感じかな。で、ここに D 缶がついておりまして、下側にPAUL&JOEのロゴがプリントで入っております。で、ホックがついていて、なんかこのような感じでございますね。だからまあ、コインケースとして使ってもいいし、なんかこういう封筒みたいな感じね。まあ、カード入れててもいいし、なんかいろいろ使い道はあるんかなと思います。で、この子自体にこういう引っ掛けるやつがついてないねんよ。なので、この紐でございますね。紐はね、バチクソ綺麗。このような感じの合皮で作ってくれております。2枚合わせの合皮となっておりまして、素材固めな感じなんですけど、めっちゃ綺麗な感じの紐。先っちょにね、これがついておりますので、本体にくっつけるときに、カードケースもよかったらくっつけてねっていうことだと思います。ただこの子調節がついてないな。珍しい。でも大体ね、調節ついてそうなもんやのにね。なので一緒に引っ掛けていきます。よっこいしょーとこう両方引っ掛ける感じやね。はい、このような感じのPAUL&JOEポシェットとなります。いや、どうやろうこのね、透明なんいいと思うねんよ。やねんけど、デザイン的にカジュアルすぎというか、可愛らしすぎ。小学生みたいな感じになっちゃうやん。イメージ的にこの片っぽが透明ってなってくるとさ、若干小学生味が増す。さらにピンクやんか。大人の人が持つのちょっときついかなと思いますね。それが20代であれね、大人の方が持つの若干きつい気がするの私だけ。ちょっと可愛らしすぎるかなと思う。この子に関しては、素材感いいんですよ。これもさ、これもさ、これもこの本体もね。素材感バッチリなんよ。やねんけど、縫製が若干ね、もうこれ縫製いい方ですよ、なんならね。悪くないねんけど、ちょっと変なシワが、うやーんって言ってるところと、そもそものデザイン感が可愛らしすぎる。私がさ、例えば付録作る側やったとして、PAUL&JOEの今回付録を作りましょうってなってさ、この可愛いデザイン感にはちょっとせんかなと思うねんね。やっぱりいろんな方が持ちやすい形にするかなと思うので、例えばさ、この縦型を横型にして、ほんでここの透明やめて、これ全部合皮にして、ほんで全部クリーム色とかにして、PAUL&JOEって書いてて、ここにホックついてるみたいな感じの、うわ、上にチャックついてるみたいな。で、ここに引っ掛けがついてて、ポシェットみたいな感じの、すごいノーマルライン。ノーマルやけど、このカードケースがね、この例えばさ、この横状態、こういう状態やったとするやん。ほんで、もうちょっと色的にね、ピンクじゃなくてクリーム色であったりとか、ベージュであったりとか、そっち系にして、こっから紐生やしてやな。で、これつける。で、この柄は、やっぱりこの子だけ猫ちゃん柄。で、ここにPAUL&JOEのロゴ。とかやったらば、みんな持ちやすくない？それで、これやで、この透明やから、いや、可愛いねんけど、しかもさ、これから夏だぜ！プール行くとき、海行くときに使ってよとか言うんやったら、まだしも、これから秋冬に入る。季節感的にもね、この透明、しかもピンクっていうのは可愛らしすぎて、みんなが持ちやすいよっていうものじゃないかなとは思う。ただそればっかりはお好みやから、もうピンク大好きねんっていう方もね、コメント欄でいらっしゃったりとかするんやんか。そういう方はね、全然いいんじゃないかなとは私的には思うねんけどね。最終お好みでっていう感じではあんねんけど、一般的に見たらというか、私的に見たらちょっと可愛らしすぎるかなとは若干思うところでございます。コンセプトは間違ってないねんけどね。はい、手で持ってみたらこんな感じで、斜め掛けで持ったらこんな感じでございます。可愛いねんけどな。どうかね、もったいない。なんかもったいない気せえへん、これ。さっきも言いました、この縦型にするとね、どうしても、ある意味ね、ちょっと子供っぽくなっちゃうので、横型で、もう黒でもええわ、いっそ。黒のさ、こういう、例えばポシェット、もうちょっと形ちゃんとしたね、こういうポシェットやとしてさ、上チャックでもいいからさ、で、PAUL&JOEって書いてあって、で、こう横から紐が入るやんか。で、そこんとこにこれをつけると。で、この子に関しては、この柄がついてる、この模様、後ろ側が黒とかで猫ちゃん柄のやつで、こういうのがついてる。とかやったら、黒と黒で合ってるし、でもこの子は柄がついてるっていうところで、ちょっとアクセントにもなるし、で、こういうポシェットとかやったらまだ可愛いかなと思うねんね。黒か、ベージュか、オフホワか。ピンクなんだよね。で、透明なんよな。なかなかにカジュアルやで。で、考えたらちょっとどうかなと思うけどな、PAUL&JOEはめっちゃ可愛いねんけど、でさ、そのPAUL&JOEってやっぱりこう、人気のブランドさんやったりとかするやんか、が付録でゲットできるっていうのはね、なかなかなかったりとかするから、例えばこの子だけでも使えたらさ、まあええかっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれへんけど、ただ雑誌の値段1600なんぼやからさ、しかもね、素材はいいんよ。そこが惜しい。素材いいから、ちゃんと作ってさえくれりゃさ、もういろんな方が持ちやすいバッグになったんじゃないかなって思うねんね。このコストをかけるんやったら。やからすごいもったいないや。このね、中のこの猫ちゃん柄っていうのを多分見せたかってん。やから透明にして。わかるよ。で、なんかこう透明にしたらさ、こう、外からこう見えちゃうじゃないですか。あら、可愛いっていうところでね。このアイデアはわかるよ。だからこれがポーチやったら問題ないと思う。だからポーチ使い外ももちろんね、この紐を取ればできますよっていうことなので、別々で使う方がこの子は可愛く活かされるんじゃないかなと私的には思うところでございますね。素材はいいねん。やから、しかも柄も可愛いやんか。やから、なんか上がるよな。ポール&ジョーやし。上がるは上がるねん。上げーなんですけど、若干惜しい気もするな。まあ私は、なんか遠出の時のね、旅行用のポーチであったりとか、なんかそういう別々で使おうかなって思います。元自体は可愛い。はい、いろいろ言いましたけども、今日の付録紹介いかがだったでしょうかということで、次元彫刻行ってみよう。嘘だろ、前にアンドロージで出たやつやないかいっていうところやねんけどもね。マジかー。スイート11月号は10月11日発売となっておりまして、付録がですね、バーリップトゥーカールもできる1台2役のポータブルストレートヘアアイロンということでございますね。前出たことあるやないかいということで、ストレートヘアアイロンが出ますよということは、だいたい雑誌のお値段1980円とかそのぐらいしちゃうんじゃない、わかんないけど。で、これね、まだこの情報っていうのがまだネット上に出てないんですよ。だから雑誌のお値段が今現時点9月11日お昼ぐらいでございますけども、この現時点ではお値段がわかんないんだよね。だからわからんけども、前のね、アンドロージーで全く同じようなやつが出たんですよ。まあ、ちょっとぐらい違うんかもしれへんよ。やけど、ポータブルミニヘアアイロンね。前にくるくるって髪の毛巻いてみたりとかしてたんですけど、いや、全く一緒やと思うわ。もう全部一緒やわ。なんも変わらんすね。この後ろ側もね、だってこの間見たとこやもん。ハーリップトゥーっていうロゴが入ってるだけやと思う。で、そのアンドロージーさんのやつが1980円やったんですよ。だからお値段そのぐらいしちゃうんじゃないかなと予想します。大きさはね、かなりちっちゃいでございます。まあ、ポーチに入るね、ヘアアイロンっていいねんけど、この手のひらサイズっていう感じ。こんな感じでございますね。まあ、前髪をくるんってしたりとか、あとね、ショートカットの方とか使いやすいと思う。髪の毛短い方ってさ、やっぱりでっかいヘアアイロン使いにくいじゃないですか。だからね、そういうのはいいかなと思うんですけど、あとコンセントがあればどこでも使えるよということなので、前のアンドロージーさんで出たやつは、多分ね、充電器とかそんなんでも使えた感じではあるんですけどね。ただこのアダプターはついてないんですよ。コンセントの先っちょついていないので、パソコンとかから電源を取るのはやめてねとかそういう感じでございますね。そうですね、AC アダプターをご使用くださいって書いてありますね。まあ、職場でね、例えばコンセントがあるところだったらば、まあ、使えるかなって感じではあると思うんですけど、お外のトイレとかだったらさ、コンセントあるかないかって分かんなかったりとかするし、まあまあまあといった感じではあるんですけど、一応ですね、ハーリップトゥーの小島春菜さんからはですね、スイートさんとコラボレーションし、なんとヘアアイロンが付録になりました。日常で気分を高めてくれるブランドらしい、なんちゃらカラー。ヘアセットしている時に見えるさりげない H ロゴもポイントですって書いてありますけどもね、裏側にこの H のロゴが入ってて、で、表側にはハーリップトゥーのロゴが入ってるっていう感じのヘアアイロンなんですけど、いや、ただアンドロージーであったんよな、こないだあったんよな、しかもなってなってくると、もうちょっと、一声あれちゃう、まさかアンドロージーでさ、全く同じもんがさ、2ヶ月前とかその辺やったよね、多分1、2ヶ月前だったと思うんですけど、こんな直近で付録になるとは思ってなかったんちゃう、ハーリップトゥーさんも。ちょっとなーと思うところでございますけども、これお値段安けりゃね、まだええかなとは思うんですけど、今時なんか充電式のヘアアイロンも売ってたりとかするやんか。それやったらポーチに忍ばせてっていうのもありやと思うねんけど、結果AC アダプターいるわけですよ。まあ、充電器からも全く同じやつやったらね、給電できるとは思うんですけど、ただなんか容量がある多分充電器じゃないときついかなと思うし、なかなかに、まあ、いる人はいるけど、いらん人全然いらんやんか。やからちょっと付録としてはどうかなーって思ったりとかしますけどね、こないだ出たところやしな。ちなみにこないだ出たアンドロージーさんのやつはですね、まあまあ髪の毛くるってこうカールにね、全体的にすることは可能でございました。まあただこんな時期巻いても熱くて取れちゃうけどね。まあそれは関係ないけどね。はい、お疲れ様でございます。もう信じられへんぐらい汗かいてますけど今。いやさ、もうどうですスイート。まあ可愛かったけど、ちょっとやっぱりピンクやったから可愛らしかったな、可愛らしすぎたなっていう方もまあいらっしゃるんじゃなかろうかと思う感じでございましたけどもね。次月予告に関しても、既視感みたいな、ちょっとちゃう付録を出してくれよーってちょっと思った次第でございますけどもね。ポーチとかバッグとか、もうなんか似たようなやつしか結局、ある程度できたからさ、いやもうそれはしょうがないんちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれへんけどさ、いやまあ考えたらね、まだなんぼでもあるような気がすんねんね。だってさ、昔の付録とかさ、割とアーティスティックな形やったん覚えてる。なんかポポーチの周りにフリルがついてたりだとか、あと合皮やねんけど、ポチポチポチってこう止まっててさ、開けたらなんか中に鏡ついてて、なんかようわからん形のもんやったりとか、割とね、どうしたそれみたいなね、難しい造形のね、黒子とかも今まであったりとかするから、なんかまだまだね、いろいろ出せるんじゃないかなと思うんですね。バッグに関してもさ、もうちょっとなんていうんかな、単純な作りにして、例えば裏地とかつけへんのであれば、ちっちゃめのこんなバッグでさ、こう、蓋だけパコってつけて、ここにくるんっていう金具さえつければ、チャック縫わんでいいやんか。で、裏地も別につけんでいいし、あれやったら、固めの合皮で作るんであればね。で、それで厚みが出ちゃうっていうことであったとしても、今まで言うて厚みいっぱい出たやつあるじゃないですか。水筒とか出た時の厚みえぐいやん。まあ、そのぐらいのね、厚みになっちゃったとしても、畳まんでいいよっていう感じの付録にしちゃうであったりとか、その、分厚めの合皮やから高いとか、そういうわけでもないんよ、言うほど。だってさ、フレイルとかのさ、安いバッグとかでも、合皮割と分厚いの使ってくれてたりとかするし、もう何が何でも畳まなって思ってはるやん、多分。やけど、もう畳まないと、こんだけの厚みはありますよっていう感じのね、硬い合皮で作ったっても別にええと思うんですね。で、コストもそんな言うほどかかれへん。だって何百円のバッグとか売ってるもん、普通に。まあ、ちゃんとだけ作って、形は単純であれね。ほんで、ブランドロゴ乗っけるっていう形にしちゃえば、黒子としては優秀にコストもかけずにね、作れるんじゃないかなと思うから、まだまだね、伸びしろあると思うんですけどね、付録ね。まあ、やや言うとりますけども、昨日アンケート答えてくださった方、皆さんありがとうございます。蛇腹アンケートね、今の時点でですね、3000件以上、3300件以上、皆さんね、ポチーってこうアンケートに答えてくださってんねんけど、お財布のね、蛇腹が欲しいか欲しくないかみたいな感じのね、アンケート、ちょっと前もね、取らせていただいたんですけど、ちょっと最新版ということで、蛇腹があった方がいいよっていう方が 11%、で、蛇腹なしの方がいいな、普通の形のお財布がいいなっていう方が 83%、そしてどちらでもない、まあどっちでもいいけどなーっていう方が 6% という結果になりました。蛇腹を好きな方が 11%、蛇腹ない方がいいなっていう方が 83% ということでございますね。やっぱりね、世の中蛇腹なしをね、求めてると思うんだけどね、コメント欄で全部読ませていただいてるんでね、いろいろご意見いただいたんですけど、中にはね、なんで蛇腹にこだわってるのっていうご意見があってんよ。やねんけど、それ2パターンあって、言葉は一緒やねんけど、要は、宝島社さん、なんでそんな蛇腹にこだわってんのっていうご意見と、もう片っぽのご意見が、私がね、なんでそんな蛇腹って言うのっていうご意見もあったんですよ。だから蛇腹の何があかんのっていうご意見やね。で、こっちのご意見は、宝島社さんなんでそんな蛇腹ばっかり出すのっていうご意見やね。言葉が一緒でも全然なんか、その後の文章で意味が全然違うみたいな感じのご意見もいただいたんですけど、宝島社さんがいっぱい蛇腹出すのはなんでなんやろね。それはほんまに分かれへん。ただ、私に関してはですね、蛇腹アンケート2回目ということで、何お前蛇腹にこだわってんねん、蛇腹うるさいな、みたいな感じでね、もしかしたら思われてる方もいらっしゃるかもしれへんねんけど、いや、世の中があんまり、多分、そんなに蛇腹求めていらっしゃる方、そんなに多くない感じがしてたんよ。そのアンケートを取る前から、第1回アンケートを取る前からも、いや、蛇腹いらんねんなーって、割とコメントで目立ってたんですね。だから、数値化した方がいいかな。これお好みやねんけど、そんなに求めてないよっていう方が多いのであれば、そっちばっかり出すっていうことじゃなくって、今ってさ、蛇腹大好きっていう方が10何パーいらっしゃって、それはそれでいいねんけど、全部蛇腹やねん。おかしくない？それはさすがに。もう、ほぼ100で蛇腹ついてるよ、今んとこ。全部が全部じゃないよ。蛇腹がない付録も、過去ね、何個かあったりとかしたんですけど、昨今に関してはですね、もう特に長財布とか、全部、蛇腹ついてるやんか。もう綺麗さっぱり全部蛇腹ついてるやんか。で、こっちの方のご意見に逆に沿いすぎというか、商品がありすぎる。ほとんどの方、80% の方が蛇腹じゃない方がええなって思われてるんやったらば、蛇腹なしのやつも出して、たまに蛇腹も出してっていうのが、これがバランスがいい形やと思うねんね。普通に考えて多すぎやん。もう偏りがえぐいやんか。だからと思ってアンケートを取らせていただいた次第でございます。で、あとね、面白いご意見もあってんけど、もしかしたら一般で売ってるお財布って蛇腹財布ほとんど見ないじゃないですか。まあ、たまにあんねんけど、そんな高確率では見ないんだよね。だって一般で売ってるものっていうのはちゃんと売りたいやん。ほんで世の中の方がそこまで蛇腹大好きっていう方が例えば9割とかやったら蛇腹だらけになるやろうけど、そんなに数は多くないだろうと、蛇腹好きの方ばっかりじゃないでしょっていうことで、ほとんど蛇腹ついてない商品がすごく多いじゃないですか。だから、宝島社さんはあえて蛇腹ばっかり出して、蛇腹好きさんを集めるというか、そこををなんかこう、なんていうの、こう、即時性みたいな感じで、住み分けてるんやろうかみたいな感じでね、すごいね、なんか感慨深いね、ご意見もいただいて、すげえなと思って、そこまで頭回れへんかったと思って、なるほどな、みたいな。とはいえよ、とはいえ、雑誌買う方ってさ、ダパラ好きさんだけではないやん、やっぱり。ほんで、雑誌を作るにあたって、付録をつけるにあたって、やっぱりたくさんの方に喜んでいただきたいっていう気持ちはあると思うねんね、出版社さんもね。やったらば、たくさんの方の意見を、やっぱり統計取った方がいいと思うし、ある程度。ジャバラ好きさんもいらっしゃんねんけども、にしたってほとんどの商品がジャバラってなってきたら、ジャバラいらんよっていう方の方がやっぱりめちゃくちゃ多いから、みんながさ、やめとこであったりとか、まあいいやであったりとか、そういう感じで付録を使おうってするよりも、あ、これ使いやすいわ、いいわって言って、長いことね、使っていただく方が絶対嬉しいやろうから、その作り手もね。だから多分ジャバラ商品はちょっとは減らしていった方がいいんじゃないかなって私的には思うんですけどね、普通に考えて。まあそういう意味でね、ちょっとこのジャバラアンケートをさせていただきました。コメント欄でもね、いや、私はジャバラすごい好きよ。だって保険証とか、あと病院のなんかカードとかそんなんいっぱい入れたりとかするし、便利やからジャバラ財布大好きっていう方もいらっしゃれば、やっぱりもうお腹いっぱい、もう勘弁してっていう方もたくさんいらっしゃって、だからそこはまあお好みかなとは思うんですけどね、ただ今がジャバラに偏りすぎているので、普通に戻した方が、普通のお財布に戻した方が私はいいんじゃないかなと思うところでございますね。で、こう、いっぱいご意見をいただくからさ、なんか、私はね、すごいためになるんですけど、ぜひぜひね、この出版社さんも、この皆さんのコメントを読んでいただけたらなと思うねんね。多分読んでらっしゃる方もいらっしゃると思うねんけどね、その宝島社さんの中でもね、めっちゃなんか役立つだろうコメントをね、皆さんすごくくださっているので、ためになるんじゃないかなってちょっと思ったりとかするんですけどね、ありがとうございます。あと、ポーチちっちゃかったなっていうコメントもね、すごく多くいただきました。昨日ご紹介したトッカさんのね、ポーチでございますね。これの一個前の動画になるんですけど、意外とちっちゃかったよな、やっぱりな。もう一回り大きいと私もね、思い込んでたんですけど、ただまあ、あれはあれでね、すごくお上品で可愛らしいし、コメントを読ませていただいてて、中ではね、今ってカバンがちっちゃくなってるじゃないですか。割とちっちゃいカバンを持たれてるよっていう方も多くいらっしゃるから、だからそれ用にポーチちっちゃくしたんちゃうみたいな感じで書いてくださってて、あ、なるほど、みたいな感じで思ったんですけど、まあね、出かけりゃええってもんじゃないもんね。だから、バッグのサイズ感と合う方はすごくいいんやろうし、お上品よね、すごい。カモのこの辺の色を言うてて、それはコメントでいただいたんですよ、もともとね。なんかカモなんやろ、池とかにわわーってよくいるカモさんね。なんかこの辺の色と似てるなっていうのをコメントでいただいたよっていうことを言わせていただいたら、もうその色にしか見えんくなったみたいな感じでね、コメントいただいてありがとうございます。いや、ほんまそうよな。あとね、千円札の人5000円顔なのわかるって書いてくださってありがとうございます。入千円札の人ってほんま5000円顔よな。なんか1000円やと思われへんねんな。もう5000円にしか見えへんねんけど、顔だけ見てたら。そんな感じでね、皆さんコメントたくさんくださってありがとうございます。ジャバラあり派の方もですね、ジャバラなし派の方もですね、で、付録に関しても、まあ今日のね、付録すごく可愛らしいピンクな付録でございましたけども、まあいろいろお好みかなと思いますね。そのピンクのものが大好きで、キティちゃんのバッグとかも持っちゃうよ、みたいな感じのね、可愛らしい、こう、ラブリー系のね、ものがお好きっていう方もいらっしゃれば、まあ、黒とかベージュとかグレーとか、そっち系の色しか持たれへんわっていう方もいらっしゃるだろうし、まあそれぞれね、みんなそれぞれで、みんな違ってみんないいやね。みんな違ってみんないいと思うのでね、そこは好みかなーって思ったりとかします。まあ、偏るのはちょっとあんま良くないかなと思うけどね。まあ、夏が終わりませんね。全く終わりませんね。なんかさ、昨日めっちゃしんどかってん、実は。いや、撮影したらね、元気になるんですよ。だから昨日の動画のそのテンション的なものを、喋ってる時のね、テンション的なものも、別に今日もさ、いや、それがなんか何日か前の動画もさ、全部変わらんと思うねんけど、動画、このカメラの前に来ると私元気になるので、まあ、撮影後はね、割と元気だったんですけど、なんかめっちゃしんどかってんやんか。買い物に行けんくって、いや、行けんことはないねんけど、もうなんか行くの、うわ、しんどいな、暑いな、無理やな、汗かいてダラダラで行くの無理やな、みたいな感じで、割と昨日ズルズルしててんやんか。あかんしんどいと思って。で、そういう時はまあ栄養ドリンク飲んだりとか、まああんまり良くないけど、枝取り飲んだりとか、いろいろいつもしてんねんけど、それでもこのだるさ、もうだからどっかが痛いじゃないねんね。A2、なんかこの、とんがってる痛みじゃなくって、でも、鈍痛でもなくって、なんていうかな、だるさ。もう体がだるくてしょうがなかったんよ、昨日。ほんで、ふと、いや、クエン酸かなって急に思い立って、コンビニね、昨日買い出しに行ったので、その時に、デートレモンとか、今、今日なんかもう一つね、違うやつ、クエン酸ドリンクみたいなやつ買ってきたんですけど、それをさ、昨日飲んでんよ。ほんならさ、だるさがスーって取れて、いや、たまたまかもしれん。わからんよ。そのみんなに聞くわけじゃないんかもしれへんけど、でも、あんなさ、割ともう転がっててん、リビングで。動けんことないねんけど、なんかもう、取りつかれてるみたいな。なんか、重たい布団乗っかってるみたいな。なんかもう、だるくて、動くのしんどいみたいな感じやってんけど、このクエン酸系のドリンクコクって飲んだら、スーってなんか知らんけど取れて、たまたまかもしれへんけど、だから今日も買ってきた。意外といいんかも、クエン酸。なんでもね、こう、肩は良くない。そればっかりいっぱい飲むっていうのは良くないけど、1日量はこの瓶1本ですとか裏に書いてあるからね、いっぱい飲みゃええってもんではないんですけど、ちょっとうわ、だるっていう時に飲むのを、エナドリからね、クエン酸に変えようかなってちょっと思いました。で、今日も割とスッキリやねんやんか。で、昨日の晩さ、そう、聞いて、昨日の晩ね、また G 出てんけど、今年2回目。いや、そうやね。それでさ、あんまり寝れんくってさ、夜出たんですよ。で、なんか上の子ちゃんの勉強部屋っていうのがちょっと奥の方にあるんですけど、上の子ちゃんが勉強しててんて。ほんで、ここの横に窓があんねんけど、で、窓の奥にこっち側に壁があんねんけどさ、そこになんか動いたなと思って、ふって見たら、こんなバカでっかい G がいて、上の子ちゃんちょっと、んってなってんけど、JK ですよ。高校生の女の子よ。やねんけど、強いねん。私とか、下の子のその中学生男子みたいに、ギャー言わへんねんやんか。だから、あ、G がいるってなって、普通に冷静に写真を撮って、ちょっと見てー言うて、これ言うて、店に来てんやんか。で、下の中学生男子と私が、ギャー言うて、いやでもね、うちには虫取り網があるわけですよ。100均でちゃんと買ってきた虫取り網、それをお姉ちゃんに渡してやな。もうお願いします。取ってくださいって言って、下の子と懇願しててんやんか。もうお願い、助けてくださいって言って、もうお願いしててんやんか。ほんで、いやもう分かったからって言って、冷静にこう取ろうとしててんけど、虫取り網ね、JK はね、若干下手くそやねんな。こう取ろうとしてんけどさ、壁やんか。だからポンってなんか下に落ちてんよ、G が。ほんで、ギャー言うて。ほんでね、勉強部屋やから、下に割となんかね、もう参考書とかの数がえぐいから、そんなん積んでたりとか、割とこちゃこちゃしたものをね、床に置く癖があってやな、上の子ちゃんは。でも、どっか行ってもてんけど、で、まあ、寝室からはね、ちょっと離れてるんですよ、奥の勉強部屋っていうのが。だから、そこまでのこのこはけえへんかなとは思うねんけど、これまた出てきてないんですね。昨日ほんで、その辺のものをさ、ひっくり返して、とりあえず見つけないとって言って、ひっくり返してって言っても、私その部屋入れないので怖すぎて。めっちゃ子供頼みやねんけどさ、もう怖いからって言って武器のさ、ロングコロコロを持ってさ、怖いよーって言って見ててんやんか。で、その辺のものひっくり返していろいろしててんけど、全くどこにもインクって、もうどっか行ってしまった。で、その時にね、窓開けてたんですよ。とりあえず、その虫取り網で取って、退治できなかった場合は、もうしゃーなしで窓からもうポイってしよっかって、何かしら考えとかないともう家の中でうわーってなられてももう大パニックじゃないですか。まあ私と下の子がね。だから一応窓開けてたんですよ、その時にね。だから、窓からもう出たんかもしれへんねんけど、だからね、もうね、うち古いよ、家古いねんけど、うちのいいところはですね、G がいないところなんですよ。もうそれだけはね、もうほんとありがたい。要はね、ちっちゃい G とかさ、頻繁に見るであったりとか、そういうのがないわけですよ。もう何年もね。だから、うちには住んでないと思うねんけど、だから多分ね、外から入ってきちゃうんだよね。だからもう、すっごい気ぃつけて、換気とかも、もう網戸絶対とかさ、その G がもうとりあえず入ってこないようにと思って、めちゃくちゃ気ぃつけててんけど、でもたまに入ってきちゃうんだよね。で聞いたら、上の子ちゃんが、ちょっと換気みたいな感じで窓開けたりとかしてたみたいだから、まあ、それで外から入ってきたんかな。ほんでなんか夜中までね、勉強してたり、受験生なので、明かりもついてるやんか。まあ、そら入ってくるわな。だからね、まだ成敗できてないんですよ。ただね、下の子ちゃんめっちゃ G 怖いねんけど、ねねだけに任すのあかんからって言って、一緒になんか片付けてくれたりとかしとってんやんか。で、その時に、うちマットを引いてる、絨毯を引いてんねんね。で、そこの隅っちょになんか落ちたらしくって、G が。だからもうなんか下の子ちゃんがどんってこう暴れてる間にさ、絨毯と床の間に踏みつけてどっか、もうお亡くなりになってるのでは説もあんねんけど、どっかでね。いや、わからんけど、でも、普通さ、G ってさ、人間を怖がらないじゃないですか。だからちょっと、あったらじゃないけど、ちょっと間空いたら、ウィーって出てきたりとかする。ウィー、人間、おい、怖いんやろ、俺らが怖いんやろ、おー、つって出てきたりとかするやん。だけど、それ以来全く出てこないから、まあまあ見張ってたよ、その後何時間も。でも一切出てこないのでね、もしかしたらどっかでお亡くなりになっているか、それかもう窓開けてたから外に出ちゃったか、どっちかかなとは思うねんけどね。もうマジで勘弁してほしいし、もうなんでこんな怖いんやろ。もうめっちゃ JK 頼みなんですけど。しかもさ、家族内のグループLINEがあるんですけど、そこにさ、まあネケちゃんはさ、そんな中こう、でーんってこう、段ボールの上ででーんって寝てたんですよ。で、下の子ちゃんが、その、ねけちゃんのみーこのね、写真をパシャパシャって撮って、ほんで、LINE の家族グループ LINE みたいなやつに送ったよって言うから、まあ、目の前で撮って、送ったよって言うから、今撮った猫ちゃん送ってきたんやなと思うやんか。ほんで、パッて見たら、その最初に上の子ちゃんが撮った G の写真がボンって出てきて、ギャーとか、そういういたずらをしてくるんだよね。中二男子はね、ほんと。ほんならさ、上の子ちゃんがさ、巨大庭猫さんのスタンプとかでボーって流してくれてさ、キモかったなぁ、まーちゃんなぁ、言うて、よしよしかわいそうに、言うて流してくれて。まあそんなこんなでね、夜もすっちゃかめっちゃかで、もうほんま勘弁してほしい。もう、無意は勘弁してほしいです。なんか、今年暑いから元気なんかなわからへんけど、ほんまめっちゃ気ぃつけてんねんけどね、外から虫入ってこないように。なんかさ、キッチンとか行かれたら終わりやんか。マジでどうにかしてほしいなってちょっと思うところでございますけども。まあでもその後出てきてないから、まあまだわからんけど、でもさ、G って性格あるじゃないですか、あれ。昔ね、要はちっちゃい時、小学校とか、中学前半ぐらいまで住んでた家っていうのが、G がね、割と出るお家だったんですよ。で、その後ね、その後引っ越して、その後は、いや、まだ出てたな。いや、出てた。10代住んでたお家、割と G 出てたわ、後半ぐらいまで。昔ってさ、もっと G おったよな。今はあれか、なんか都会の方の方が、なんかタワマンとかでも G 出るって言うもんね。いや、ここいらね、この田舎でございますけどもね、田舎住宅街でございますけども、ここいらはね、そんな多分出ない感じ、逆に。私だから、22、その一人暮らししたお家からね、G は一切お家にいなかったから、あれこれ30年近くね、G と共には暮らしてないわけよ。ただちっちゃい時はね、ほんま G めちゃくちゃ出てんやんか。裏側が山やってん、その時ね。それもあるんか分からへんけど、ほんま図鑑でしか見たことないよっていうね、大型のガーであったりとかね、とんでもない虫たちに囲まれて、その時は育ってたので、G もね、もう自由よ、自由。今みたいなさ、例えば、100均とかでさ、なんか粘土みたいなやつをさ、排水口の、なんかその、下んとこのさ、口に詰めたらええとか、なんかいろいろそういう知恵があるじゃないですか。今やったらね、ショートで回ってくるやん、そんなんいっぱい。やけど昔そんな知識ないから、どこからともなく G がやってきて、とりあえずもう家に G が住み着いてる状態。マックスね、小学校の時マックスね、リビングめっちゃ広かったんですよ。うちのママがね、なんかリビングで割とこう、お友達呼んでパーティーしたりだとか、あと夜景がバーンって見えるようなシチュエーションが好きだったので、めっちゃ広かったんけど、そこにさ、同時多発的にね、G が3匹出たことがあって、でっかいのが。しかも飛んでて、昔の G 飛ぶねん。ブーって飛んで、イエーって言ってもう逃げ回った覚えがありますけどね、小学校の時。もうなんかさ、広さとかさ、綺麗さとかさ、もうそんなんええからさ、とりあえず G がいないお家に住みたいってめっちゃ思ってたもん。ああ、恐ろしかったね。まあ、そこもね、多分地区は古かったから、まあね、隙間が空いとったんでしょうね、多分ね。もう勘弁してほしい、マジで。マジで。家の中にさ、でっかい G がいる状態で、まあお家にね、その一軒家とかやったらさ、もう外からの G 防がれへんっていうお家の方もいらっしゃると思うからあれやねんけど、ただ G 入ってきて、退治なりなんなりせんと、一晩過ごすんが30年ぶりとかやねん、これ私。やからもうほんま勘弁してほしいなと思って、今もね、だから奥にいるんだか、もう亡くなりになってるんだか、もう外に出られたんだかわかんないんですけど、もしかしたらね、住み着かれちゃったらどうしよう、もうほんま嫌なんですけど、ねけちゃんはね、その部屋でねーって寝てますけど、あとなんかさ、そのショートでさ、猫豆知識みたいなやつで、猫がいるお家には G はいませんよ、みたいなね、コメントでもね、いただいたことあんねんけど、いや、今まで私の人生ってずーっとほとんど猫がいた状態で生きてきてるわけですよ。やねんけど、もう G なんか猫興味なくない？マジで、みーこさんはあんまり G 見たことないと思うねん。っていうか、生きてて多分一回も見たことないんちゃうか、ワンちゃん。セミは加えてきますけど、でもみーこちゃんそんな感じやねんね。まあ、そこまで興味ないと思うねん。セミに興味があるのは、ウィーウィーウィーってうるさいからさ、バタバタうるさいからそれで興味があるだけであって、静かにこうやって動く G とか全然見ててもはーって感じだと思うねやんか。で、みーこさんの前にいたナナさんに関しても、壁に G がうわーっておって、ナナさん、ナナさん助けてって何回もね、ナナさんにね、助けをお願いしたことがあんねんけど、その実家時代にね、その G がいるお家時代にね。やねんけど、ナナさん、ファーンって尻尾ファーンってして、興味ないけど、みたいな。猫さ、G 興味なくないですか？影でね、猫ちゃんがね、その G を食べてくれてるみたいなね、ショートで言ってたりとかすんねんけど、いや、猫美食家ですもん、今時の猫。うちの子もポチしか食べへんで。食べん、虫とか絶対食べん。だから、出たとしても、ミーコはもう戦力外やねん。なんか、もう目で追うぐらい、はぁ、なんかおんな、みたいな感じで目で追うぐらいやと思うねんやんか。全く興味ないと思う、多分。そんな感じでございますね。まあ、まだ奥に G がいるのかどうなのか、ちょっとわからない不安の中でね、もうちょっと編集頑張っていこうかなと思うところなんですけども、まあ今日はこの辺りでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。